演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食堂たけのこの土佐煮を食べたいと思います。どんな風に煮込まれてるんだろう。ふわふわですね。中身は、おお、結構たけのこゴロゴロ入ってますね。ではいただきます。コリコリとした食感のタケノコがさっぱりとしたお出汁とよく合っていて、とっても美味しかったです。コリコリという音が口の中で心地よく広げるために、タケノコの美味しさ、うまさが口の中に広がっていって良かったですね。というわけでこちらも点数にさせていただきました。もうちょっと量があったら良かったかな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。